私は鹿と人のハイブリッド。なぜ鹿は鹿せんべいを食べるのか。鹿姉様、セーラー服を着ているの。そのものセーラー服をまといて鹿の野に降り立つべし。古き言い伝えはまことであった。何このイリュージョン。これが問題の鹿部ね。鹿部撲滅計画に何か弱みをつかまないと。お待たせ、ようこそ鹿部。めちゃくちゃ浮かれポッチなやつだ。そうだ、特別にこれをあげよう。はや、くさー。鹿、鹿、鹿、馬、鹿、馬、鹿、もう鹿、どうして鹿だ。角だこれ。それでも鹿しばきゃー。かかってこいやー。これを作って。ねえ、使えるかこんなの。え？何度だって反則してるの。やっぱこれからの時代鹿だと思うんだよね。ああ、部活の時間だ。お姉ちゃん専用の鹿なのよ。鹿としてしっかり米育てます。マジ動いた。すみません先輩と喋れた。あの鹿だねえな。てっぺんトンズこしたおやつでも食べるか。うまい。バカな。バナナです。